久保さん、まあ、確かにね、まあ、僕の貸し方が悪かったんですよね。もうこの100万なくなったら俺やばいっていう状況で貸したんで <laughs>、そもそも論として。いや期待するというか、まあそのね、3時間ぐらいお話ししましたけど、いや僕もきついんで借金返してる時だし <laughs>、これはその100万今取ってるのは、車検もあるし、あの支払いもあるし、だからこの100万一応プールしてると。 で、これなくなったらマジで次の月やばいからその金だったんですよね <laughs> でもその金を貸せた理由は、まあ、そこにまあその5年ぐらいのお付き合いの関係性があったっていうね、まあ、お世話にもなってましたしだからまあ結構僕はまあその久保さんが言う関係性っていうのが何だろうないや5年付き合って、まあ、まあまあの関係性だったっていう それだったんで、なんかまあ、だから、分かんねえな人はっつうのは、まあ、学びはありましたよね。何年付き合うか関係ないっていう、深さもか、だからその、その人との信頼関係の深さだったり、時間はあんまり関係ないっていう。だ時と場合によって、その人は変わるってことですね。うん。変わってしまうってことですね。うん。まあ、後々聞いた話ですけども、まあ、いろんな方から金つまんでたっていう話ですね。 まあその事業資金が、その資金繰りがもう全然ダメでって話で、会社のね、会社経営が行き詰まってみたいな話で。だから、まああの久保さんが言う通りまああのあの稼はしないけど、あげますっていうのが、ですみません、僕今、すみません、あげられるのはこれぐらいでお許しくださいと、5万円ですと。 すいませんと。金は稼げない、金は貸すことはできないけど、上げることはできます。ただ、僕の財力からすると、今は5万円ですとかね。もし僕に財力があって、えー、例えばじゃあ100億円の財力があったとします。じゃあ100億円があったら、じゃあ100万、あ、いい,い,いですよ、100万あげますんでね。それはまあ自分の財、その状態によって、それを決めればいいのかなっていう話ですね。まあ今後、そのお金を貸すっていう、貸してくれって言われることがあるのかどうかわかんないですけど、まあ 僕が80年まで生きれば、あと40年ぐらいあるんで、40年の中でもしかしたらまたなんかあるかもしれないし、それはまあそういう対応の仕方しようかなと。貸せないけど、今現状としてはこれぐらいだったらあげられるんで、これ取っときっつって。で、申し訳ないけど、金を、もっとお金を借りたいんだったら、の他のところに当たってくださいと。 僕は貸せないけど上げられますとこの金額だったらっていうのがまあまあまあ関係性を壊さずそのまま関係性を壊さず対応できるまあ、うん、いいそのしのぎ方かなと思いますねで今回そうま田銀次郎ですね金貸しの万田銀次郎下がることも下がることはできまへんな <laughs> 金貸しが取り立てに失敗したら生きていきまへんがなと振り返ったら地獄一歩も引くことはできまへんと こう痺れますよねで。僕は金貸しじゃないので、金貸しで生きてたら、絶対取り立てないといけないんですよね。だってそ、だって、まあもう本当、もうごもっともで、金貸しが取り立てに失敗したら生きていけまへんがなと、おっしゃる通りですよね。<laughs> 本当にもうおっしゃる通りですよね。振り返ったら地獄と。一歩も引くことはできないと。だからもう圧倒的な決意ですよね。 金貸しとして生きている決意がここにもうこの万田銀次郎のセリフに詰まってるんじゃないかなと。一歩も絶対引けねえと。俺はこれで飯食ってんだからと。絶対取り立てると。これすごいなんかその見方によったらねあの悪魔みたいな話なんだけど真っ当なんですよねこれね。だから。だから南の帝王の万田銀次郎っていうのは。 本当にね、僕は学びが非常に多いと思うんですけど、最初ね、マンダさん、神様やーって言うてね、ありがとうございます、これでなんとか会社経営、なんとか乗り切れますつっ,ってね、その会社経営のねあの、よくあるパターンですけどね、いや、マンダさん、あと1000万あれば、あと1000万あればなんとか乗り切れるんですみたいなね、おい、1000万やみたいな、ね、で、その後、なんか騙されるみたいなね、1000万なくなるとかね、 金なくなって夜逃げしてでその銀ちゃんを追いかけるみたいなねよくあるパターンなんですけどでそのなんか取り立てに行ったらもうお金ありませんがなと騙されたんですみたいなないですわみたいな知らんがなみたいなねこっちはあの,あの契約通り来てるだけやねんっていう鬼とかね鬼みたいなでその キンちゃんょっとかわいそうじゃないですかみたいなね本当 <laughs> とあの南の帝王のねあのやり取りが僕はめちゃめちゃ好きっすねほんとに <laughs> なんかもうねもう出来上がってるんですよねあの出来上がってるんだけどもうオチもなんとなくもう全部出来上がってるんだけどあれが痛快であれ本当に面白いですよねうん またちょっと南の帝王見たくなりましたね。あれはもう僕のバイブルですね。本当に。あれからもすげえ学び、うん、学ばせていただいたというか、すごい勉強になりますよね、南の帝王は。本当に。うんもう。多分シリーズもんで僕全部見たのってあんまないと思うんですけど、あれ結構もう60巻ぐらいまであって、しかも,も映画版、劇場版とかも入れるといっぱいあるし、もっと。ほぼ多分見てないのはないんじゃないかなっていう、ほぼ見ましたからね。 たタつたやで昔、全部か、DVD 全部借りてきて見たりとかして,してたってことあるので、ほんと名作だと思いますね、みなみの帝王はうん。あれはほんとすごい。はい。いってらっしゃい。